スホランとバンダビはそれぞれ2018年ピョンチャンオリンピックと2018年ピョンチャンパラリンピックの公式マスコットキャラクター。守護者を象徴するビャッコのキャラクター。守護の韓国語読み、スホとトラのホラン及びピョンチャンのあるカンウォンドの民謡、ハタゼンアリランから取ったランを合わせてスホランとなった。忍耐や勇気を象徴する月のワグマのキャラクター。 クマは、ダンクン神話に登場し、韓国では神聖視されている。韓国語で月の輪マを意味する、パンダルカスムゴム、韓国語で胸に半月の模様があるクマの意味の、パンダルと大会を記念する石踏み、ピを合わせて、バンダビとなった。2016年6月2日、五輪組織委員会は、国際オリンピック委員会と国際パラリンピック委員会の最終承認を得たとして、 スホランとバンダビを公表。同年7月18日には、ピョンチャンでのイベントに公式マスコットとして初、登場した。8月には、リオデジャネイロオリンピックで、広報活動を始めた。なお最順実ゲート事件に伴う報道によると、もともとトラトクまで予定されていたが、文化体育観光部の長官が突然に、沈東圏への変更を指示。しかし五輪組織委員会は、 犬を食用にする韓国のイメージと合わないと判断し、IOC も反対したためこの案は通らなかった。ありがとうございます。